鳩が、湯は、福井県王の市場田派にある、霊光線。若主人が急成したため、2013年5月に廃業することとなった。1903年以来100年の営業に幕を閉じた。2014年7月に、岐阜県の機械部品加工会社により建物と土地が買い取られ、2015年5月を目途に営業を再開する予定であったが、2015年2月16日に、 木造3階建て部分が雪の重みで倒壊していることが確認された。2015年9月20日に日帰り入浴のみで営業を再開。2016年9月1日より宿泊も再開。旧東流渓谷の田並川の山道の終点付近に日本筆頭を守る会にも属する一軒宿が存在する。日帰り入浴も可能である。 例年4月下旬から11月下旬までの営業で、陶器は休業していた。鳩が、湯山鳩が傷を癒すため、水浴にやってきたところからその名がある。両白山地の山の峰から望む、田な川の右岸にある鳩が、湯温泉、福井県道173号上、小池勝サル県線の沿線紅葉の、刈込池白山国立公園の中に位置する。 北側に両白山地の別山と山の峰を望むことができ、関戸山の登山口がある。刈込池、関戸山、荒島岳などへのハイキングコースとしてのベースとなっている。また、岩名、アマゴなどの渓流釣りの基地でもある。白山神社の桂ツラバトが、湯温泉へ至る福井県道173号線の途中、大野市下内並みにある白山神社に、福井県の 全樹種最大のカツラの木がある。福井県の天然記念物に指定されており、環境省生物多様性センターの巨木リストでは、日本の巨木中、第33位、カツラでは、第3位である。以前の公式ホームページが、更新再開され、リンクされた、報道機関の記事により、経緯を知ることができる。奥越市の人を、鳩と湯が、雪で、 東海再開向けた改修工事の途中。福井新聞2015年2月19日。2015年2月24日閲覧。鳩家湯20日に再開。大野の温泉旅館。中日新聞2015年9月18日。2015年9月20日閲覧。鳩が湯ホームページより、ハット AB 第4回基礎調査居住、巨木林。 環境省生物多様性センター2015年10月12日閲覧白山神社のから福井県2015年10月12日閲覧ありがとうございます